夢ラジオ第4884回、今日は令和5年4月10日月曜日です。時刻は午前10時横浜港北、月曜の朝が来ました。爽やかな春空です。さて夢ラジオ、今回は英検一級熟語エッグオンお話ししましょう。エッグオン、なかなかご存知ないんじゃないでしょうか。動詞ですね。そそのかすとか、あるいはその気にさせるとか、こんな感じの意味です。例えば The boy egged on his friends to play baseball。 こんな感じ。 The boy egged on his friends to play baseball。 エッグオンの後ろに人が来て、そして to 不定詞、その少年は自分の友達に野球をするよう誘った。野球をするようそそのかした。こんな感じの意味になります。ですから、今回のエッグオンというのは、他の動詞で言えば、わかりやすい動詞で言えば、プロモートとか、エンカレッジとか、urge、わかります ?urge、駆り立てる。あと、インスパイアとか、こういう動詞、これはすべて to 不定詞が後ろに来るでしょ。だから今回のエッグオン、人、トゥー不定詞っていうのと、まあ、置き換え可能なわけですね。なんで卵っていうんやと素朴に思っちゃうかもしれないけど、このエッグオンのエッグっていうのは別に卵とは語源上も関係がありません。このエッグオンっていうのは卵でもなんでもなくて、あのエッジって言葉でしょ。エッジってあの刀の刃の先みたいな意味、あの端っこって意味ですよ。エッジって。エッジオン。あれから来てるんですよ。だから、さ、やんなさいよ。とこう相手をせき立てるような、エッジと言われたら、あ、なるほどと思いませんか。あれがエッグに変わっちゃってるだけで、だから卵とは関係がない。そう思いましょう。エッグオン。そそのかす。あんまり、いい意味では使えません。さっきは野球をするように誘ったという例文使いましたが、大概はですね、なんか悪巧みをするようにそそのかす感じでよく出てきますよ。例えば、一緒に、そうですね、食べちゃいけない、あのお菓子食べようぜとか、あるいは一緒に行っちゃいけない、あの、なんていうか、遊び場に行こうぜとか。ただし、まあ、大人にはあんまり使わず、いたずらの子供みたいな時にエッグオン使う。こんな文脈が多いですよね。夢ラジオ。今回は英検一級熟語、エッグオン、そそのかす、その気にさせる、お話しました。月曜日です。